ハーフムーン島はサウスシェトランド諸島にある島である。リビングストン島のバーガス半島から北に約1 3 5トルに位置する。面積は171平方キロメートルである。アルゼンチンのカマラ基地はこの島に所在している。島内に空港はなく、回路かヘリコプターでしかアクセスできない。海軍基地は夏季に運用されるが、冬季には閉鎖される。 この島で見られる植物には、南極コメススキのほか、数種類の地類や仙類がある。この島には、約百つがいの王統族カモメの子育てのためのコロニーがあるため、バードライフインターナショナルによって、重要野鳥生息地に指定されている。この島で映像する鳥類には、このほか、ヒゲペンギン、南極アジサシ、南オセグロカモメ、アシナガウミツバメ、クロハラウミツバメ、 マドラフルマカモメ、茶色を盗賊カモメ、サヤハシチドリ、ズグロムナジロヒメウがある。ベッテルアザラシと南極オットセイは毎年この島の海岸に姿を現す。南ゾウアザラシの出現も記録されている。海岸ではしばしばクジラも目撃されている。ハーフムーン島の地図この島は南極クルーズの停留地として用いられており、観光のピークは11月から3月である。 島の南部には2000メートルの歩道があり、旅行客は野生動物や近隣のリビングストン島、グリニッチ島の山並みを見ることができる。メングアンテワンの南側から始まる歩道は、海岸に沿ってカマラ基地まで西に伸び、そこから北上し、北東方向に坂を登ってキセニア山の上場まで続く。2010年9月、グーグル社は、グーグルアースと、 Google マップのサービスにハーフムーン島のストリートビュー画像を追加した。この島へのストリートビューの拡大は、このサービスによって世界の7つ全ての大陸の画像が得られるようになったことを意味した。この島には道路がないので画像は三脚上のカメラで撮影された。ありがとうございます。